さぎの目18幼きゲリラたち。昼の3時頃のことだった。伊佐尾と吉吉が血相を変えて飛んできた。てっつん、吉が取られた。吉が犬取りに取られたんや。ハエの記録を取っていた鉄蔵は一瞬伊佐尾の顔を見た。それから飛ぶように跳ねると猛烈なスピードで駆け出した。こら待て、てっつん。鉄蔵のどこにそんな敏捷さがあったのだろう。伊佐尾は慌てて鉄蔵の後を追った。処理所の門の前でやっと鉄蔵を捕まえた伊佐尾はぜいぜいと喉を鳴らしながら言った。落ち着け、てっつん。お前一人で犬取りのところへ行ったってどうするんや。相手は小谷先生とちゃうねんぞ。噛みついたって泣いてくれる相手とちゃうねんぞ。伊佐尾は脅かしたが、鉄蔵は捕まえている伊佐尾の手を振り離そうともがいている。てっつん、よう聞け。伊佐尾は鉄蔵の肩を力任せに揺すった。お前はまだ小さいんや。俺らに任せとけ。な、てっつん。必ず基地を取り戻したるから。な。鉄蔵はやっと体の力を抜いた。吉吉が二人に追いついてきた。お前ら早いな。夫婦肩で息をしている。お前が遅いんじゃ。ドジなやつめという感じで、伊佐尾が言った。よしきち、お前、急いでみんな集めてこい。てっつんも行ってこい。二人が駆け出してから、伊佐尾は地べたに座り込んで、深刻な顔をして何か考えていた。ほんまにきち、取られたんか？真っ先に、ジュンが飛んできた。うん、ジュン。お前、ええとこ来てくれた。ちょっと、俺の考えを聞いてんか？処理所の子供の中では、ジュンが一番の知恵袋だ。伊佐尾は、基地奪回計画を、ジュンにひそひそ話している。しばらくすると、みんな集まってきた。しげ子だけ親戚に行っているとかで留守だった。基地がいなくなったら、鉄蔵ちゃんがかわいそうやんか。ミサエが泣きそうな顔をしていった。そやから基地を取り戻すんじゃ、アホ。と、ジュンは偉そうに言った。みんな、こっち来いや。伊佐尾は一人一人、役割を決めた。それから地面に地図を書いて細かいところまで打ち合わせをしているようだった。しばらくしてみんな散らばっていった。次に集まった時それぞれ物騒なものを持っていた。まるで戦争に行くようであった。ノコギリ、ハンマー、バールと呼ばれる鉄の棒、金槌、釘抜きなどで、学校の先生が見たら気絶をするところだろう。子供たちが処理場を出発したとき、野犬狩りのリーンたちは商店街の裏通りで仕事をしていた。運転手を入れて3人の組だった。軽トラックの荷台に太い木でこしらえた大きな箱のような檻が積んであった。1センチくらいの太さの棒が10センチの間隔で並んでいる。中に7、8匹の犬が捕らえられていて、キャンキャンと悲しそうに泣いていた。伊佐尾たち一行は物陰に隠れてじっとそれを見ていた。
鉄蔵が飛び出しそうになるのを、イサオやジュンたちは必死で止めなくてはならなかった。たくさんの犬の鳴き声だったが、鉄蔵には基地の鳴き声がわかるのだろう。てっつん、もうちょっとの辛抱やで。独自が同情していった。鳩を飼っているので、鉄蔵の気持ちがよくわかるのだ。来た。四郎が鋭い声で言った。一頭の赤犬が追い立てられて気の狂ったようにかけてきた。待ち受けていた鳥方は白く光る金属線をかざして犬に迫った。赤犬は跳ねた。それより一瞬早く白い光が宙に踊った。子供たちにはそれが稲光のように見えた。空中で一回転した赤犬は逆さまの姿勢で地面に叩きつけられるように落ちてきた。男は慣れた手つきで素早く金属線を引いた。犬の首にがっしりと白く光るものが食い込んでいる。ぐげっと赤犬は気味の悪い声を上げた。犬の目は真っ赤に血走っていた。そして誰かに救いを求めるようにあちこちを見た。男はさらに金属線を締め上げ、赤犬を宙に吊るした。犬は後足を激しく動かした。虚しく空を蹴るのだった。前足を揃え、ジャンプするように体を動かした。一層金属線が喉に食い込む。赤犬は苦しそうにもだえた。それから小便と糞をだらだらと漏らした。イサオやジュンは青い顔をしている。二人とも鉄蔵が飛び出さないように彼の肩をがっしりと押さえている。基地もああして捕らえられたのだろうか。鉄蔵の気持ちを思うとみんな耐えられない思いだった。辛抱せえよ、てっつん。辛抱せえよ、てっつん。と、イサオは上ごとのように言っている。先ほどからイサオは貧乏ゆすりをしている。興奮した時の癖なのだ。赤犬は吊るされたまま檻の中へ入れられた。新入りの犬が来ると中の犬は一層けたたましく鳴いた。男たちは一息入れるつもりかタバコを取り出した。今や行けとイサオが低い声で命令した。ケイコとミサエが立ち上がった。しっかりやってこいよ。ジュンが心配そうに妹に言った。ケイコとミサエはしっかり手をつないでいる。少し緊張しているが、それでも落ち着いた足取りでスタスタ歩いていった。二人はタバコを吸っている男たちの前に来た。おっちゃんと、ケイコの方が声をかけた。あたいら、野良犬、たんとおるとこ知ってんで。男たちは、けげんな顔をして、二人を見た。子供が協力してくれることなど、まずないので、びっくりしていた。この道、まっすぐ行ったら、ゴミの処理所があるやろ。そこへ犬が残飯を食べに来るのんや。居心地ええから住み着いてしもとんや。悪いことするからうちのお母ちゃんが捕まえてと言うとったで、おっちゃん。
とミサエも一生懸命喋っている。案内してあげるから行こう。ほんとかいな、一人の男がぼそっと言った。なんでうちが嘘言わなあかんねん。人がせっかく教えに来たっとんに。恵子はツンとした。なかなか名演技だ。すまんすまん。ほなおっちゃんにその場所教えてんか。一番年配の男が言った。行こう。と恵子は先に立って歩き出した。軽トラックも動き出して、勲の計画通りにことが運びそうだった。勲たちは見つからないように車の後をつけた。処理所に近くなると恵子は言った。おっちゃん、車は処理所の裏に置いとき。処理所の裏は人通りがない。襲撃するのに絶好の場所なのだ。そうか。野犬狩りのリーンたちは素直に車を置いた。そこまではうまい具合に行ったのだが。野犬はどこにおるんや。土管の中やねん。土管の中に犬がおるのんか。きっとそこが安全なんやろ。恵子は口から出まかせ言っている。恵子とミサエについてきたのは三人のうちの二人だった。運転手は運転台に残ってタバコをふかしている。何しとんや恵子は。隠れて見ていた勲はイライラして叫んだ。一人でも残したら何にもなれへん、あのボケナス。恵子は必死だった。一人残っている。どうしよう、どう言ったらいいだろう。恵子は頭が痛くなるほど考えた。突然恵子は後ろ向いてパッと走った。運転手のそばへ来て行った。おっちゃん、おっちゃんも来なあかん。なんでや、おっちゃんは犬を取らへん。車を運転するのがおっちゃんの商売や。そやかて土管の中は広いねんで。おっちゃんかて当選簿くらいはできるやろ。二人だけやったら犬逃げてしまうで。はやおいで。恵子は強引に運転手の手を引っ張った。かなわんなあこの子。しぶしぶだったが運転手はついてきた。やった。勲は喜んで小躍りした。さすが俺の妹。勲は自慢したが今回は誰も文句をつけなかった。恵子は三人の男に土管の入り口を教えた。なんやこれ、下水道やないか。こんなとこへ潜るんかいな。運転手は情けなさそうに言った。本当にこんなとこに犬がおるんか。何を言うとんおっちゃん。野良犬の巣やから一匹や二匹とちゃうねんで。四五匹固まってんねんで。ちょっとくらい苦労せなあかん。行こう。恵子はミサエと一緒に一番先に土管の中へ入っていった。男たちも仕方なしについてきた。臭いなあ、ブツブツ言っている。おった、おっちゃん、あっちに逃げた。と恵子はデタラメを言っている。男たちは慌ててドタドタかけた。狭くて暗いので思うように走れない。おっちゃん、あっちやあっちや。
男たちはひいひい言いながら走っている。遅いなあ、おっちゃんらは。あ、あっちに逃げた。ミサエまで調子に乗って叫んでいる。一方、イサオたちは男が土管に消えてしまうと歓声を上げて犬の檻に襲いかかった。バッタのように自動車に飛びついた。ハンマーで天井をぶち破るもの、バールで鉄の柵をこち開けるもの、側面をノコギリで切るもの、小さい鉄像も工事も必死で金槌を振るっている。いつもはのろまな吉吉だが、こういう時は体が大きいだけに役に立つ。最初天井に穴が開いた。あっという間に側面にも大きな穴が開く。吉！鉄像が大声で叫んだ。尻尾を狂ったように振って吉は鉄像に飛びついた。吉！吉！吉！と鉄像は吉を抱きしめた。吉は鉄像の顔をベロベロ舐めた。イサオが天井の穴から檻の中に入った。ついでにお前らも逃がしてやる。空行け、早逃げろ。犬たちは跳ね回り飛び回って喜んだ。数分の後、犬は一匹もいなくなった。代わりに数十分の後、処理所の子供たちは全員警察に捕まっていたのだった。足立先生ら子供たちの担任が教頭先生と一緒に警察に駆けつけた。教頭先生が代表して謝っている。あんたらどんな教育してんねんや。野犬狩りのリーンはカンカンだ。泥だらけのところを見るとまだ土管に潜った時のままらしい。この子の担任は誰や。恵子が押し出された。僕です。折橋先生はのっそりと言った。どういう子やこの子は。どういう子言うて別に頭のええ賢い子ですわ。そら賢いやろ。男はブリブリしながら恵子の騙しっぷりを説明した。そばで足立先生は笑いをかみ殺すのに苦労している。ほんまに末恐ろしい子やで。恵子は一人悪者にされているらしい。6年生の功から1年生の鉄像までずらっと一列に並ばされている。功は横を向いて知らん顔をしている。吉吉は平気で鼻くそをほじくっていた。多少神妙な顔をしているのは純くらいなもので、あとは皆勝手気ままな顔をしている。全然反省してまへんな。よく太った警察署長がリーンの手前大声で言った。コージ君、早くおじさんたちに謝りなさい。村野先生はイライラして言った。お前らアホやな。基地を返して欲しかったら注射して観察受けたら済むことやろ、と足立先生は言った。そんなお金あらへんわい。イサオが投げ捨てるように言った。そらそうやな。そらそうや。足立先生はあっさり引き下がった。どうも頼りない。が、足立先生はイサオにそう言わそうとしているような節がある。まあ、いっぺん
車を見てください。所長が中庭に置いてある車を指さした。うへえ、こりゃまた派手にやりよったなあ。足立先生は嬉しそうに言って小谷先生に脇をつつかれた。これでやりよったんですわ。部屋の隅にハンマーやノコギリなど破壊作業に使われた品物が置いてあった。それ返してよと吉吉が間の抜けたことを言った。あの車をどないしてくれるんやとリーンの一人が吉吉に言った。そんなこと知らんで、知らんで済むか。その男は声を荒立てた。イサオがそこで怒鳴った。人の犬を黙って取るもんが悪い。お前6年やろ。6年にもなって何のために野犬狩りをしているのかわからんのか。基地は野犬と違うわい。観察を受けていない犬はみんな野犬扱いするようになっとる。そんなことお前らが勝手に決めたんやないか。口のへらんがきやな。男はタジタジだった。第一、言葉遣いが悪いと所長は無然として言った。これは学校教育の問題だ。そうでんな。足立先生は人ごとのように言った。結局、子供たちの親が駆けつけてきて、壊した檻を弁償することで話がついた。子供と先生は1時間ほど、所長の説教を食らって、ようやく釈放されたのだった。